ジャンプがとんでもないミスを犯してしまいました。どうも皆さん、チャオ、モカです。ということで今回はユノの公式プロフィールについてお話をしていきたいなと思います。今回の最新ジャンプの中で公式ガイドブックから一部抜粋というところでユノについてね書かれてるんですよ。それというのがこのページ283が終わった次のページに公式ガイドブックグリムワールのしおりということでね、マルク・バージュ・ド・グリムワールってに書かれてるんですが、現在発売中のブラクロ初の公式ガイドブックマルク・バージュ・ド・グリムワール、そこからパワーアップしたキャラ情報を凝縮してお届けだっていう風に書かれてるんですが、ウィークリージャンプ出張版ということで今回ねユノについて書かれてるんですよ。っていうところで、ユノの風魔法についてだったりとかスピリットダイブについてだったりとかベルとの出会いとかっていうところが書かれてるんですが、ここの一番最初にユノのプロフィールが書かれてるんですよね。年齢15歳、誕生日教会に拾われた日10月4日、星座天秤座、血液型 A 型、好きなものシスター、出身地ハージ村スペード王国って感じで書かれてるんですが、これね実はおかしいんですよ。何がおかしいかっていうと、この公式ガイドブックは僕持ってるんですけど、これ使って以前考察動画を何本か出してきたんですが、 16.5 巻ということで本屋とかに行ったら単行本のブラクロが並んでるとこと一緒にこの 16.5 巻が置かれているんですが、この公式ガイドブックの中のユノのプロフィールを見てみると、年齢15歳、誕生日教会に拾われた日10月4日、星座天秤座ということで、でもここまでは一緒なんですよ。でも次なんですよね。血液型 AB 型、好きなもの空ということでね、血液型と好きなものが変わってしまってるんですよ。好きなものに関しては100歩譲ってね変わっていく可能性っていうのは十分ありえるので、ユノがハージ村から出て魔法騎士団に入って金色の焼き団で、任務をこなしていて副団長に上がっていくっていうね、そんだけ時間が空いたことによってシスターを懐かしく思ってシスターのことを好きになったっていうね可能性も十分ありえるんですけど、それは100歩譲ってありえるとしても、血液型ですよね。血液型が変わっちゃってるっていうことでね、それなかなかありえないんじゃないのっていう風になるわけですよね。血液型なんてねそうそう変わることはないんですよ。でこのシスターってところを考えてみると、シスターの見た目っていうのがねユノのお母さんとめちゃ似てるわけですよ。っていうところでユノがシスター好きっていうのは、そのお母さんとのそういうねつながりだったりとかをここで表してるのかっていうのも思うかもしれないんですが、この血液型 AB 型、そして好きなものシスターっていうのは実はユノのプロフィールではなく、これアスタのプロフィールなんですよね。アスタというのに関しては同じ日に教会に拾われたということで、誕生日に関しては同じ10月4日っていう風になっていて、年齢もねこの公式プロフィール上では15歳という風になってくるんですが、半年後に表すとアスタというのももうちょっとね年齢を重ねていっているんですが、年齢15歳、誕生日教会に拾われた日10月4日、星座天秤座ということで、ここまではアスタというのは一緒なんですよ。そしてここからアスタの血液型を見ていくと A 型、そして好きなものシスターということでね、思いっきりこのジャンプでのユノの公式プロフィールがアスタとごちゃ混ぜになっちゃってるっていうところで、さすがにねここのページに関しては田畑先生がねここをまとめたわけではないと思うので、おそらくこの編集部側のミスなのかなっていうところでもあるんですけど、最初の動画撮ってさっきちょっと編集していたんですけど、編集してね動画を書き出してる間にジャンプをもう一回見直していたんですよ。ブラクロのページ見直していって、最後ペラってめくったらユノのねプロフィールがあって、ユノのプロフィールはどんなんやったっけと思ってね、もう一回見直してみようと思ったら、血液型 A 型、血液型に関してはねそこまで覚えてなかったんで、あ A 型やったっけっていうふうに思いながら見てて、好きなものシスターって出てきて、あれってユノとアスタライバルやけど、そんな好きなものまで一緒やったっけみたいなね、そんな恋敵みたいなライバルもあったっけと思って、この公式プロフィールですよね、この 16.5 巻の公式プロフィール見てみると、好きなもの空ということでね、あれって感じでユノ好きなもの空やんっていう風になってくるんですよ。この公式ガイドブック持ってないっていう方でユノの公式プロフィールとかアスタの公式プロフィール確認したいっていう方は、単行本の1巻ですね、単行本の1巻の1話と2話の間ぐらいに確かアスタのプロフィールがあって、2話と3話ぐらいの間にユノのプロフィールが確か書いてあったと思うので、そこをねぜひチェックしていただければ、そのプロフィールとねこの公式ガイドブックのプロフィールは一緒になっているので、ぜひ気になる方はねそちらをチェックしていただければなと思うんですが、これねなかなか面白い間違いですよね。なんかこれ意味あるんかなと思って一人でね考察を始めていたんですよ。好きなものシスターっていうところでユノのお母さんと似てるし、それを暗示させるような伏線やったんかなっていう風にちょっと勝手に考えていたら、よくよく考えてみるとこのユノのプロフィールはアスタのプロフィールとごちゃ混ぜになっちゃっているって
てもらって、まあ、ちょっと初めてねこれでユノのプロフィール見た人からするとあれユノってシスターのこと好きなんていう風に勘違いしちゃうね可能性があるかなっていう風に思ったりもするんですが、まあ、この公式ガイドブックってところに関しては結構ね今後のブラクロに関わってきそうな重要なところっていうのがあって、それこそね過去にも動画を出してるんですが、今はねこれ僕ちょっと表紙裏返して使ってるんですが、元々の表紙ですね、この元々表紙こうなってるんですが、この表紙の絵に隠された意味だったりとかね、その辺とかも考察していたりとか、この中に書かれている魔人の昔話についてですよね。最近スペード王国の昔話っていうのが出てきましたが、ここからのブラクロにも重要になってきそうな伏線だったりとかヒントっていうのがここにも載っているので、ぜひねまだ読んだことないという方はこのね 16.5 巻公式ガイドブックですね、ぜひ購入してみていただければなと思います。はい、ということで今回はユノの公式プロフィールについてお話をしました。ぜひねこいつ何か思うところがましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それもまた次の動画でお会いしましょう。